雑司ヶ谷霊園は、東京都豊島区南池袋4丁目にある、東京都立の霊園。面積は、約12ヘクタール。明治政府の自走禁止年6月28日、新装置設定年7月13日、仮葬禁止年7月18日大上官、第253号、旧守備機内の埋葬禁止、墓地霊、年6月22日等の法令、布告。 二つに伴い、競争墓地の必要が生じ、東京府が東京会議所に命じて雑誌ヶ谷朝秀町墓地を造営、1874年9月1日に開設。1876年に東京会議所から東京府が管理事務を引き継ぎ、1889年に東京市の管轄となった後、1935年、雑誌ヶ谷霊園に名称変更。 現在は、東京都公園協会が管理している。ジョン万次郎、小泉役も、夏目漱石、島村宝月、竹久夢二、泉京花、東条秀樹、長井花風、佐藤八郎、東郷誠治、大川橋蔵など著名人の墓が多くあり、夏目漱石の小説、心の舞台にもなっている。都立公園公式サイトより、入口の説明像しがや霊園内の様子、 旧守備機内、五府内、東京府内。江戸の範囲を江図面に主線を引いて示したことから、明治2年、新たに守備機内と守備機外が設定された。同時期に造営された墓地に、青山、道立山、染井、亀戸、谷中がある。アクセス増止がや霊園取立、公園公式サイト東京霊園散歩より、ありがとうございます。